はい、今日はね、精神病のことについてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、まあ生きているとね、いろんな悩みってあるんですけどもね、精神疾患の悩みっていうのは実は案外多かったりします。ね、特に人間関係なんかがね、多かったりするわけなんですけれどもね、まあやっちゃいけないこととかね、っていうのがずっと重なっていくと、長年続けていくと、やっぱしね、自分で自分のことをね、責めすぎて病気になっていくっていう方はいますね。そういったことに関して、じゃあどうしていけばいいかっていう改善方法なんかもね、話していきたいと思います。では始めていきますね。はい、それではね、今日は精神病の原因とか対策についてね、お話しさせていただきたいと思いますね。よく精神的なお悩みとかでね、やっぱ漢方相談来られる方も多いんですけれどもね、薬でね、実は治るかって言ったら治らないっていうのも実はあったりします。で、その人の考え方であったりとか、普段の食生活とかね、そういったものがかなり大きなウエイトを占めてるわけなんですね。だから病院とか行って、精神科行ってね、いっぱいお薬もらう方いますけども、あれ飲んで完治したよって方はまずいないと思う。どん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 薬が増えていってね、もう行き着く先はだいたい廃人になっていく方も多いんですけれどもね、それを離脱させていきたいっていう方もやっぱし来られますね。そういう方で実際に薬やめれて離脱された方もいますけども、ちょっと意志がね、強くないと難しい場合もありますね。いろんな方来られるんですけども、見ていきましょうねまずね、今日は精神病でちょっとね、悩んでらっしゃる方ね、原因とか対策っていうのがいろいろありますけども、自分が実はね、生活している上で作り出してしまっているっていうのがありますね。食事とか睡眠もそうやし、人付き合いなんかもそうなんですけどもね、そういったので自分でね、自分を病気にさせていってしまっているっていうのが一部ありますので、一部というかほぼそれなので、まずね、そこからちょっと見ていきたいと思いますね。一般的にはよくね、自律神経って言われますよね。交感神経とか副交感神経っていうのがありますね。交感神経って簡単に言ったら頑張るっていうやつですよね。今から仕事を頑張るよとかっていうのが交感神経ね。副交感神経ってちょっとリラックスするね。それがバランスが取れてたらいいんですけども、大体日本人の場合はね、この特に頑張る方の交感神経ばっかりが行き過ぎちゃうわけですよね。過剰に行き過ぎます。大体5対5ぐらいやったらいいんですけれどもね、5対5じゃなくてもほぼ9対1とかね、もうそうなっちゃうわけなんですよね。交感神経がほぼ9ぐらいとか8ぐらいなっちゃうと、自分をどん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 追い詰めてね、1とか2ぐらいリラックスするとか、自分の時間を持つとかね、ちょっとホッとするっていうのがね、もう少なすぎるっていう方がすごく多かったりしますね。6、4ぐらいでもいいんですけどもね、それがちょっと偏りすぎてる、頑張りすぎてて、自分の首をね、自分でグッと締めてる状態なんですよね。そういうのが慢性的にも何年も何年も続いていったりとかね、嫌なことをずっとやらされている感とか、我慢してやってる、もうやらされているっていうのがずっと何年も何年も続いていくと、自分でね、病気にしていくわけなんですよね。で、どんな症状が起こりやすいかですよね。不安とかね、心配とか、落ち込みやすいとかね、なんか思い詰めたりするわけですよね。なんでかって、嫌なことばっかり やらされてる感が多いからね。で、あとかなりね、重症化するとね、もう呼吸がしづらくなったり、動悸がしてきます。精神的にね、動悸がするとか、もう動けなくなったり来たりとかするわけですよね。もう体がもう拒否しちゃってるとか、体がついてこない状態にもなってますね。精神もそうですし、肉体的にも疲労感が現れてくるわけですよね。で、ずっと体がもうなんかしんどくなってね、で、ひどくなってくると、今度夜疲れてんのに今度寝れなくなってきますね。そういう方もすごく多いです。で、もう精神的に参ってくると、食欲とかもどんどん追ってきますね。で、こういう方はね、すごい多いです。で、漢方薬でもこういうので改善していくのはあるんですけれどもね、その表面的な症状だけを取るんじゃなくて、根本的に何が原因でそうなってるのかっていうのを話しながら、ね、突き止めていかないことにはね、根本の解決にならないからね。で、やっぱずっと胸が苦しいとか、呼吸がね、苦しいってなります。ね、息苦しいとか、寝ててもなんか息が
できなくて寝れなくなるっていう方もいたりします、ね、で喉が詰まって、ね、なんか梅の種みたいなのが詰まってるっていう感じの方もいます、ね、あとまあ特に手足に力が入らなくなるっていう方もいます、ね、もちろんやる気もなくなるし、ね、もうめまいとか立ちくらみとかふらつきとか、ね、ずっと体がふわふわしてるとか、そういう症状を訴える方が多いです。あとは緊張とかしすぎるとね、なんかすごい汗かくとかね、なんか自分の匂いとか口臭とか体臭がすごく気になるっていう方もいます、ね、あとは雨の日とか気圧が低くなるときにね、あの体が重だるくなったり、頭がギュッと締め付けられたりして頭が痛いっていう場合もあれば、脈打つようなドクンドクンドクンっていうね、そういう脈打つような頭痛がする場合とか、ぐさってなんか刺されるような感じの痛みがする場合って、頭痛でもいろんなパターンがあります。その症状によってね、原因が違ってきます。あとはまあため息とかね、もうずっとイライラして余裕がなくなる、ね、もう人と喋りたくもないとか、もうずっと一人でいたいとかね、あとはもう便秘とか下痢とか、まあ、こんな症状がいっぱいいろいろ組み合わさってきます、ね、で大体ね、漢方医学でいけば、まあ、この精神的な病気って言ったらね、まあ、いわゆる心の病気ですよね。で心の病気っていうのは、まあ、その根本的な悩みが解決できない限りは、ね、いつまでたっても付きまとってくるっていうのがあると思います、ね、で考え方っていうのも実は大事で、考え方は変えない限りは、変わらない限りはうまくいきにくいっていうのがあります、ね、まあ、対処療法的にこういった症状、ある程度抑えていって治していくものはあるんですけれどもね。でまあ、病院行っても、まあ、石油から作ってる薬ばっかりやからね、飲んでいくとどんどん眠くなってボーっとしてきて、今度朝起きれないとかっていう方も多かったりします、ね、でどん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 エスカレートして量は増えて、本当廃人みたいになって、もうずっともう下向くだけで、ね、喋ることさえできなくなっているっていう方もいます。そういう方も来られたことありますけど、この方かなりもう重症化してるなっていうのもね、ありますので、まあ、薬局ではちょっと手に負えないなっていうレベルの方もたまに来られますけどもね。じゃあね、まあ、まずこういう症状、一応まあ漢方薬でもね、一通りここら辺の症状改善できるものってあるんですよ。でもできたらね、ここの原因ちょっと突き止めていってほしいっていうのもあります。考え方とか普段の食生活とかね、やっちゃいけないことっていうのがあります。それをまず変えていかない限りは、どん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 悪化していったりします。薬だけで全部治るとは思わない方がいいですからね。でまず何かあったらこれですよね、食べ過ぎと飲み過ぎ、これをねまず変えていった方がいいっていうのがあります。なんでかって言ったら、食事、今のね日本の食事、ほとんどまあ材料をちゃんと買ってきて調理して食べているっていうんであればすごくいいんですけども、お惣菜とかね、お菓子とか添加物がいっぱい入っちゃってるわけなんですよね。でここで言うのは加工食品ですよね。もう封を開けたらすぐ食べれるようなもの全部ですね。物が腐らないようにとか、見た目をきれいにするようにとか、美味しそうに見えるようにとかね、賞味期限切れても全然腐らないようにっていう保存剤とかむっちゃ入ってます。そういったものを毎日毎日食べていくわけですよね。そうするとね、年間に4キロ以上取ってます、そういう添加物類をね。でそれが1年間で済まないんですよね。何年も何十年もかけて溜まっていくから、もう10年したらほぼ40キロですよ、ね、20年したらもう大人の体は丸々ですよ、食べていってるわけなんですよね。あとは揚げ物とかもそうですよね。これもあんまりいい油使ってなかったりしますね。お惣菜類とかもそうですよね。もう出来合いのもの、まあ、ここの全部加工食品になってきますけどもね。お菓子なんかもそうですよね。もうポテトチップス系とかチョコレート系にもかなり含まれますね。あとは小麦、これもパンの原料とかですけど、ピザとか原料になりますけど、グルテンって言ってね、まあ人間では消化ができにくい、ね、そういうタンパク質が含まれてたりとかします。で消化不良を起こして腸の中の腸内細菌がどん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 乱れてきます、ね、そうすると精神的におかしくなってくるっていうのがあります。免疫力も追ってきたりしますからね。あと古い油ですよね、まあ加熱すると大体もう油って酸化していきます、ね、でそれを古いのをどん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 体の中に入れていくと、やっぱり病気になっていきますからね。あとはお酒とかタバコもまあそうですよね。まあこれ以外でもほとんどの薬、
いわゆる病院とかでもらってくる薬で何からできてるかっていうのも知っておいてほしいんです、ね、薬っていうのは基本石油で作ります、ね、でそういったものを飲んでいくと人間の脂肪細胞に溜まってきます。特に脳に溜まってきます。脳の中っていったらほぼ 40% 以上脂肪でできてますからね。あとはお腹とかね、あとお尻とか太ももにもね、あの内臓脂肪とか皮下脂肪ってあります、ね、そういったのを蓄積してなかなか取れないんですね。だからそういったものをまず体の中に取り入れないっていうのがむちゃくちゃ大事です。毒素を体の中に掘り込んでいってるわけなんですよね。あと飲みすぎもそうです、ね、もう薬、これ石油からできてますよね。でサプリメントもほとんどそうです。まあ一部本当の、ね、植物から作ってるものもありますけどもね。あと水分、これももう1日2リットルとか飲んでるって方はまず異常やと思ってもらった方がいいです。まず飲みすぎです。ベロ見たら一瞬で分かるんですけどもね、まあ、ベロを見ると、ね、ベロに呼気がびっしりついていたりとか歯型が、ね、横についていたりとかするとまず水分取りすぎです、ね、で飲めば飲むほどお腹もチャップチャップしてむくんでくるし体が重だるくなります、ね、そういう方はまず余分な水分飲まない、喉が渇かない限り飲まないっていうようにした方がいいです。あとはジュースとか缶コーヒー、ね、こういったのにもむちゃくちゃ砂糖も入ってますね、もしくは砂糖が入っていなかったらあの甘味料ですね、人工甘味料って言ってね、まあ、サッカリンとかアスパルテームとかもう砂糖の200倍ぐらいの甘さのものが入ってます、ね、そういったものもどん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 体の中に入っていくと、ね、まあ、自分で自分の体を病気にさせていってるっていうことにそろそろ気づいた方がいいかと思います。あとはまあドリンクなんかもね、まあ、あの薬局で売ってるドリンクなんかも別に飲まなくても、ね、いいんですけども、まあ、もう無駄にこういうの食べ過ぎたり飲み過ぎたりって言って体の中どん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 掘り込んでいきすぎなんですよね。そうすると体の中でね、もうゴミ屋敷状態になるわけですよ、ね、もうほぼほぼ食べ過ぎです。特にまあ20代後半からはね、もうほんと食べ過ぎない方がいいです。1日1食2食ぐらいに止めてる方がいいと思います、ね。まあ、10代20代ぐらいまでは体がある程度ね、臓器も大きくなるし身長も伸びたり体重もね増えてきて体をまずね、大人の体に作っていくっていうのがあるから、まあ、20代の半ばぐらいまでは朝昼晩って食べてもらっていいと思いますけど も, もう20代後半、ね、もう27歳8歳あたりぐらいからは、ね、もう1日2食ぐらいにしていかないとだんだんね、昔細かった方もお腹出てきます、ね、でみっともない体になってきやすいっていうのがあります。で血がドロドロになったりとか腸内細菌がね、もう善玉菌とか悪玉菌のバランスっていうのがうまく取れなくなってきますので病気しやすくなります、ね、で精神的な病気になったりとかもしていきます。ここのブルーのところなんかがそうですよね。じゃあどうするかってことですよね。今原因見ていきましたよね。症状と原因見ていきました。じゃあ対策として何をするかですけども、まず、ね、食べ過ぎと飲み過ぎ、これを減していく必要がありますね。まあ、1日2食とか1食って言ってましたけど、それでもまだ追っつかない人っているんです。そういう場合はファスティングって言ってね、もうご飯食べる代わりに、ね、植物の発酵エキスって言ってね、まあ、糖とか脂質とか、あ、脂質あんまり入ってないけどもね、まあ、あのミネラルとかね、ビタミンとかももちろん入ってる、ね、野菜を発酵熟成させたね、あのドリンク剤があります。それをお水とか豆乳に割って飲んでいただくね。そうすることによって体の中に溜まっている毒素をね、ちょっとずつちょっとずつですけども解毒していくわけなんですよね。で人間の体を作り変えていくようにしていけば、こういう根本的な、ね、あの食べ過ぎと飲み過ぎの原因を改善できるようになってきます。そうするとここら辺の症状ってだん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 変わってきます。でいらん薬は本当飲まない方がいいです、ね、で生活習慣もそう、もう太陽とね、同じように生きていけばいいんです。で、自然に逆らうような生き方をすれば、本当病気になっていきます。だから夜になったら寝る。ね、午前中、太陽昇ったら起きるっていう感じです。ね、まあ、どんだけ遅くてもね、もう11時までには寝といてほしいです。で、できたら午前中、もう7時、8時までには起きといてほしいっていうのがあります。ね、まあ、私の場合、だいたい今9時とか10時ぐらい寝ます。で、朝はもうだいたい5時か6時の間、だいたい5時半ぐらいには起きます。ね、5時半ぐらいに起きて、ね、まあ、3、40分はちょっと散歩していきます、ね、散歩してでちょっと準備して、でやっぱし私も朝も食べないし、最近夜もあまりにも食べなくなっちゃってね、朝と昼兼用でお昼ちょこっと食べる程度で終わっちゃうことも多いです、
ね、まあ、本当食べ過ぎるとね、あの100害あって一利なしっていうぐらいになってきます。特に30超えてくるとね、で老化がどん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 進んでいきますからね、食べれば食べるほどね。だからあと1日ね2食いけそうやったら1食ぐらいに本当変えていける方がいいと思います、ね、ご飯食べてねぼーっとして眠くなるっていう場合大概食べ過ぎてますね。そういう方は本当食べないっていう努力とかをしていった方がいいと思いますね。でまあ基本はファスティングっていうのが一つ、あとまあ自然に逆らわないようにね、夜早く寝て朝早く起きるっていうこと、あとはねここあんまり私紹介してないんですけど瞑想ですね。これもねあのただ単にね目をつぶって呼吸する、まあ簡単に言えばそうかもしれないんですけど、もっと実は奥が深いですね。あの根本的に物事の考え方っていうのをね変えていくっていうのがありますね。まあ、これもやり方っていうのがありますので、あのいろんなね YouTube とか見てはいるけど、なんか表面的なやり方が多いなって私は見てますね。まあ目を閉じて深い呼吸をしていくんですけどもね、まあね今の自分に集中するっていうんですかね。でまあこういう精神的な悩み事とかもねいろいろ抱えてる方も毎日ねあのだいたい15分から20分ぐらい、まあ30分できたら一番いいけども、まあそれぐらいでもできそうやったらねやっていくといいんですけど、まず目をつぶって深い呼吸でゆっくり吸います。で吸って2、3秒止めます。吸って止めて、あとゆっくり口からスーッと吐いていくっていう流れがあるんですね。それは基本的な流れです。それをゆっくりゆっくりやっていきます、ね、でファスティングとこの瞑想っていうのをねしっかりやっていくだけでここら辺の病気ね大体変わってきますよ。運気も変わってきます、うん、まあ最低ね1ヶ月から3ヶ月半年ってやるだけでだいぶ変わります。薬とかもねいらないと思います本当に。まあ一応対症療法的な漢方薬とか渡したりもするんですけどもね、まあ本気でね治したいっていう方はまたねご相談していただけたらね、まあ一緒に改善できるようにしていきますけどもね。あとは言葉遣い、これもね実はむちゃくちゃ大事ですね。この言葉遣い、毎日発している言葉でね実は自分の人格っていうのを作っていきますね。だから自分で病気にさせる人はって言ったら大体マイナス言葉ばっかり使ってます、ね、でプラス言葉を全く使わないとやっぱ病気になりますよ、ね、まずは人に感謝するとかありがとうとかでもいいです、ね、でなんか挑戦事が出てきたら、あ、私絶対できるとか私絶対やるとかね、うん、楽勝楽勝とかもうそんなんでいいです、うん、私絶対できるからっていう風に、できるかどうか分かんないし、これから始まることで何も分からないんだけども、やる前から絶対できるっていう風にね言い切る言い方をしていったらいいと思います。でも達成した、ね、未来を頭にイメージしていくっていう感じですね。そういうことを毎日やっていくと積み重ねでね大体変わってきます。このファスティングと、まあ、自然に逆らわない生き方、ね、あとはまあ瞑想、あとは言葉遣い、あと考え方っていうのも実はまだあるんですけどもね、まあここら辺をちょっと変えていけるようになってくると精神疾患っていうのはちゃんと治せます、ね、でちゃんと社会復帰もできるようになってる方も実はねいます。で悩みっていうのがね、まあ、皆さん持ってらっしゃるかと思いますけども、このね悩みっていうのは実はね人間だけです、持ってるのって、ね、そこら辺にいる、まあ、鳥とかね、虫とかそう花とか草とか悩み持ってないんです。実は人間だけがね持ってしまっちゃってるんですね。これも思い込みがほとんどです、ね、人工的に自ら作っている、ね、これ思い込みです。はっきり言ったら、ね、夫婦仲が悪いとかね、職場の上司と私の立場が良くないとかね、学校行ったら行ったり友達と仲が悪いとかね、相性が悪いって自分が思っちゃってるっていうのがあるんですね。そこをねちょっとじゃあその逆の立場で夫婦仲が悪かったとしてもきっと良くなるとかね、じゃあきっと良くなって毎日楽しい生活を送ってるっていう風に言葉にまず発するんですよね。
そうするとじゃあ脳はね錯覚してじゃあそうするためには何をしたらいいかって考えるわけですよね。例えば旦那様と奥様のね仲が本当に不仲やったとしたらね、じゃあお互い仲良くなるんであれば相手が何を関心を持っているか何が好きなのか、ね、そういったことに対して関心を持ってみるとか、ね、でじゃあ相手が喜ぶことをしたらどうなるかなとかって考えるわけですよね。特に女性の場合もあったらねコミュニケーション能力ってすごく高いんです。言い方変えたら男性はあったらコミュニケーション能力ほぼないと思ってもらった方がいいです。もう自分の世界しか興味がない状態なんですね。だからせっかくで奥様が旦那様に話してね、あの何気ない会話をしたいだけなんだけども旦那様はもう上の空で自分の、ね、興味あることしか頭の中入ってなかったりすると素通り状態になっちゃうんですね。会話が全く通じないんです。でそれが、まあ、片一方同士じゃなくてできた両方ともね旦那様も奥様もねあのそれぞれ意識してあの自分の悪いところは改善していこうっていうふうにするとねより仲良くなりやすいっていうのはあるんですけども、まあ、一方的に、ね、旦那様だけ努力するとか奥様だけ努力するっていうのとちょっと時間かかるっていうのもあるんですけども、まあ、まずね思い込みっていうのを、ね、ちょっと変えてみるっていうのも一ついいかと思います。でない限りはいつまでたってもね同じ悩みを繰り返しますね。でまあ、友達同士、ねまあ、相性もあるんですけども、まあ、全く相性が合わない方は、まあ、あの距離を置いて逃げるっていう方法も一つあるんですけどもね、まあ、あのきっとうまくいくっていうふうにちょっとね悩んでるのを切り替えて上乗せするっていうかな上書きするっていうやり方にちょっと切り替えてみるとねちょっとずつ変わっていくようになります。あと自分ができることをここやっていくってことですよね。やっちゃダメなことはやらないでやっていった方がいいことはやっていくっていうふうにやっていくとあの変わってきます、ねまあ、個人差もちろんありますけどもね、まあ、自分がどうなりたいかとかどういう人間になっていきたいか、ねまあ、こういう精神でこういうので、ね、症状が出てるじゃあこれを、ね、改善したいとか改善するっていうふうにまず、ね、改善できるっていうふうにまずね心の中でも言い聞かせて言葉に発しててもいいんです、ね、あとやるべきことをやっていけばいいです。あと細かなアドバイスに関しては私ちゃんとね、寄り添って、ね、できますのでね。というわけで今日はね、まあ、精神病の、まあ、原因と対策についてお話しさせていただきました、ね、ではまた、はい、書籍の紹介です、ね、あなたの心と体のお悩み、ね、漢方相談で解決で、そして幸せな人生を変えていくっていうね書籍を出しておりますね。まあ、どんなことが書いてあるかってはざっくり目次の一部を出てますけども、まあ、あなたのね漢方の体質ってどんなタイプですかっていうのをね、まあ、これ読めばあ私このタイプやなっていうのが分かると思います、ね、あとまあ漢方薬の、ね、聞きやすい人と聞きにくい方って言いますその特徴とかね。あとはまあ水分の取りすぎでねかえってそれが病気を招いてますよっていうののお話。あとまあ温めることで病気がさらに悪化する人もいますよっていうお話とかね。あと不老長寿の薬ってあるんですかっていうお話ですね。あとまあ病気になるには実はね意味があるんですよっていうお話ね。でこっちまた生きていく上での、ね、考え方っていうことについて書いてます。まあね、本当の仕事って実は、ね、5つのパターンに分かれます、ねまあ、その仕事でもね、まあ、あなたはどういうパターンの仕事をされているんですかっていうのがそれで分かります、ね、あと実は、ね、お金を使えば使うほど、ね、増えていくっていうお話をしております、ね、あと時は金なりっていう言葉もありますけどもそうじゃなくて、ね、もう時間は、ね、もっと大事なもの、ね、3文字になります、まあ、そのお話ですね。あとは死んだ後も実は、ね、続きってありますね。そういうお話、あと何のために生まれてきたのか、ね、こういうお話と、あとまあ今後どうやって生きていくのか、ね、そういうのがもし興味があればね、ぜひね、Amazon でご購入できます。ちょっと書店ではね、売ってないんです、ね。Amazon でボタンピッて押してもらえば、自宅までちゃんと届きますので、ね、興味あればぜひご覧ください。はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。ねまあ、私は漢方専門の野村薬局っていうのをね、経営しておりますね。で、まあ、あとは興味ある方はね、まあ、ここ漢方専門野村薬局っていう風に書いてますのでそこホームページでね見ていただけたらね私の考え方とかね症例とかブログとか載せてますね。興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていう風にこれも検索していただけるとね、まあ、今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですねそういったのもまあ載せてます、ね。でまあ、全国の、漢方体験のね先生方の体験談というのも見れますので、まあ、検索してググってもらったらね、すぐ出てきます。
で私は兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ番地まではあえて載せてません、まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐ分かります。ホームページ見てもすぐ分かりますからね。まあそこでやってます、ね、でまあいつやってるかって言ったら、まあ午前中の9時から夕方の6時午後6時ですねまでやってます。で木曜日が定休日です。でまあ臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ、勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります。まあ、講演する時もありますのでね、そういう時はちょっと臨時で閉めます。そういう時はこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのも書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。で、まあ、遠方でね、県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。で、ね、まあ、1回目、本当は来てもらった方がよりいいかと思います。ね、ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。で飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べてお昼何を食べて夜何を食べているとかね、寝る時間帯とかね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けておりますね。の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページかね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ電話予約も一応受付はしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱしね時間遮られるので、できればねここのホームページから予約していただけるとありがたいです。でここまできますね。あとどういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持ってらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で心とかね、体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います。ね、いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ個人差もちろんあります。もう一回言いますよ。誠実。ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことです。ね、損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮ください、ね、他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で感謝ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮ください、ね、あと謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で私もそうなっちゃいますので、ね、引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、ご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合ももう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。というわけで今日も見ていただきまして本当にありがとうございます、ね、また次回の動画でねお会いいたしましょう。では失礼いたします。